はい、服装がですね、これ嘘でしょ、イエスソーだけ言え、さあ、イエスソー、 You will not laugh, you will not cry、 なんて聞こえ、さあ、イエスソー、聞こえない、さあ、イエスソー、マジで怖いのですよ。はい、マイトリーから次、はい、マイトリーから上ですね、あ、これ3回ですよ、3回3回ですね、あ、汗ついてる、汗のことはやばい、3回です。はい、無茶を言ってもらってね、開けてもらってますけど、もういつの間にか閉店時間になってます。8時までですから、うん、8時までです。はい、着きました。もう私たちの動画見てる人はね、もうおなじみだと思いますけど、おなじみです。中村さん、サムってんだ、あ、サムって言う、あいつサムって言うんだ、あいつみたいなこと言ってます。あいつサムって言うんだ。エアソフト97というのはですね、なんと沖縄のショップなんですよ。お、まあ、それは知らなかった。そうだったんですか。俺リオさんも、海外青年動画を多く取り揃えております、はい、インナーパーツ多いですね、はい、お客様なんか自分でされる方には、とても魅力的な店であるんじゃないかな。なんで声小さいんだ。もっと自信持ってよ。大丈夫かな。ちょっとインナーパーツ見てもら、見てもいいですか。先にインナーパーツから見るの。先にインナーパーツ先にインナーパーツから見たらダメか。ダメっすね。あ、ダメか。じゃあエアガンから見ていきましょう。の方が行ってみよう。はい、まず入って入り口、はい、まず入って入り口にですね、見てください、ダブルイーグルです。え、ダブルイーグルか。こんなにいい銃出してるなんて知らなかった。そう、知らなかった。マキシム、マキシムのね、7.62 と 5.56 を揃えておるんですよ。 5.56 と 7.62 ね、渋いですね。渋いですよ。もうおなじみハニーバジャーもね、ハニーバジャーもね、バカ売れじゃないですかね。めちゃめちゃ売れてますよ、ハニーバジャーもあるし、こっちはね、スポーツライン、はい、スポーツのラインの方で、こっちがAK、AK、これ何だったかな、あ、なんか、そういうやつ。そういうやつ。AR50 のやつ。SMG45 のメタルと、ソフトの方がね、2つ置いてある。ソフト？ソフト。タバコ吸いすぎじゃないですか。ソフトしか買わない。いや、でも僕はメタル派ですよ。ソフトじゃない。タバコはソフト派ですけど。はい。でもソフトの方がお安いよね。そうそう。1万円ぐらい安いですね。1万円ぐらい。ソフト。ソフトの方が安いですね。はい、ここ。ガスガンが置いてあります。一応ね、CO2 とフロンがね、分けて置いてありますので、まあ、見やすいかなと思います。ピットバイパーが。あ、ピットバイパー売ってます。そうですよね。すごい。しかもこれダブルベルなんですよ。ヤフーになぜかわからないけど、イオテックの実物が置いてあります。ますれこれ間違って買う人が11,880円、ね、この辺18,000円とかで、もう実物1万円、10万円、いや実物って言ってる時点で1万で買えるもんじゃないからね。G&G です、僕の大好きな SR25 のナイツの SR25 も置いてあります。置いてあります、ね、SR15 とか一番これがいいよな。1530がいいよな。1530使いやすそうだもんね。使いやすいし正式半径なのがいいよね、いい、素晴らしい。 ARP とかのね、革命的な銃でしたね。なんかめっちゃストックとか増えてない、ある程度は CTR 系とか、あんなの入れましょうよって、萌えとかね、入れましょうって言って入れて置いてあります、でこちら DMT シリーズで、まあ、こっちから下が DMT-A5 みたいなストック出してたの。なんかね、あったんよ。あったよ。あったよ。僕もびっくりした。で、ここグリップ系ですね。グリップ系です。AK です。AK。来ました。AK ですよ。通常の AK って、まあ、AKM ってプレスじゃないですか。これ、レシーバーが削り出しなんですよ。何が良いんですか？お金がかかるんです。お金がかかって、どういいんですか？まあ、初期モデルの代表的なモデルが確か削り出しのモデルだったかな。みたいで、それを再現したのが AK、 この LCT の AK-47 です。超リアルってことですか、要は。そうですね。所有感が満たされる一品でございます。先発ぐらい入るんですよ。タルコフやってて初めてサバゲーする人はぜひいいかなという。ね。だいぶ良いですけどね。だいぶ。LCT もいいんですけど、EL もいいですね。何の略かっていうと、E-MAY&LANDARMS っていう。え、もう一回。E-MAY&LANDARMS。E-MAY&LANDARMS。ランドアームズだったような気がします。ああ、なるほど。知らんけど。書いてあるじゃないですか。いい名ランド。書いてますよ。ランドアームズ。中国で、まあ、なんか、実銃作ってる会社らしいんですね。そこの側を使ってる
AK なんですよ。そう。じゃあ本物じゃないですか。だから実質トレポンなんですよ。そう言っていいのかなって気はしますが、まあとりあえずまあすごくいいものではあります。中国の正式の56式とかそういうのとはまた違うんですけど、うん、中国がちゃんと生産してるあの実銃の AK。に近いモデルなので、まあ、合成とかはもう ほんと半端なくあります。そう、すごいですよね。まあ、この辺のね、そう変わったやつらもいるよね、いっぱい。そう、俺が欲しい、この VZ58 もいるし。ずっと言ってるよな。そう、ずっと言ってる。かよじゃん。ね、カスタム入れきれないらしいよ。あ、そうなんですか。そう、うん。いいね。VSS もね、バルも置いてありますし、素晴らしい場所ですよ、ここは。はい。あ、もう EBR もあったりとか。うん。これ。M16 と A1 があるんですよ、うん、はい、何が違うんですか。同じに見えますね。ボルト、ボルト、フォア、アシスト、ノブ、ロブがないがないんですよ。じゃあ、ジャムった時どうするの。これジャムった時っていうのがあって、うん、これができたんですよね。だったから改良して A1 になったと。そう、A1 に。こちらね、これが見やすいのかなと思いますね。マグプルの、見てください、これ。あれあったっけ、お前。なかったね、なんか最近ちょっと入ってきた。プルマグプル。フグマル。フグマグプルなんですけど。やっぱね、横にね、PDS、うん。お前がいるっていう。あ、なるほどね。10年前ぐらいには、みんな絶対これ欲しかったって。そうね。はい、ここのね、VFC とか、あと ICS。モッドゼロ、うん。かっこいい場所です。モッドゼロ。かなりびっくりするよ。何がショットガンです。おお、マジ？そう。ジョンウィック4？ジョンウィック4で出た。ブラカリス。あの炎出るやつ？炎出るやつ。ショットガン。マジ？そう。いつ出たの？最近出ましたね。最近出ましたね。へえ。しかも己やるなっていうのが、うん、ダブルベルなんですよ。やっぱりダブルベルすごいね。ダブルベルはね、やっぱ。最近これを出すかっていうものを出してきてます、うん、これ電動ガンなんですか。一応電動ガンなんです。マガジンは、まあ、BB 弾だと800発入り、あの3発同時発射とかそういう機能はついてなくて1発1発発射するんですね、うん、そう、すごいね。これはちょっと気になるね。使いやすい。あ、使いやすいですよ、やっぱり、うん、ね、持った感じね、うん、全然ね、バランスもめちゃめちゃいいですし、これそう、あのね、もうこっちのハンドガードのきしみもない、うん、すごいいいよ。まあ、最近ちょっと、まあ、あの本体お買い上げの方でちょっと買い替えって感じで、あの下取りをご希望されるお客様がいらっしゃるんです、はい、それに何ていうかニーズに合わせて、まあ、下取りサービスでも始めさせていただきまして、うん、まあ、それで今下取りさせていただいた電動ガンですね、中古販売させていただいて。昨日は、うん、かっこいいね。マルチカリバー狙撃銃ってかっこいい、すげえかっこいいな。 G&G の、まあ、新商品、新商品 MCP556。 これ前からあったんじゃないですか。556なんで新しくなった。はい、 5.56 マガジンが刺さるようになりました。おお、使いやすい、純粋に、うん、もうフルアンビューですし、折りたためるんですよ。折りたためてコンパクト、うん、伸び縮みします。はい、性能はもちろんですね、ジアンジさんですから、ジアンジ箱出し結構いいからね、はい、電取り、まあ、ジアンジさんの EPU が入ってるんですけど、今回それに加えまして、はい、リフリートモーターっていうハイトルクなモーターが入ってますので、スミアートのレスポンス一層良くなっております。こっちよりすごい、ちょっと良くなってますね。あ、そうなんだ。こっちはリフリート入ってないんですか。こっちリフリート入ってないんですよ。あ、なるほど。こっちから入ってるんで、結構良くなってますね。なるほど。マンボウもあるし、マンボウもスコーピオンもね、スコーピオンじゃエボ、エボもあるね。まあ、じゃあね、CAP もあります。まあ、何買うか困ったらこれ買えばいいよね。確かに、ここか DMT だもんね、うん、サバゲーしたいね、いい感じでサバゲーしたい人はこれ買っときゃいいっすよ、うん、でエグゼクティブですね。レーダカーのエグゼクティブ、いっちゃんええやつ、もういっちゃんええやつ欲しい人はこれ買いなさい。でも一丁売れたんよ、 URG は。数量限定で CAT のハットカード買えたりとかを最近やってます、うん、はいはい、あ、そうなんですね、ちっちゃくなってる、うん、こんな軽かったっしたっけ。え、めっちゃ握りやすい。こうすればいいっすね。わあ、めっちゃいいね。これはかっこいいっすね。あの話題の MP5 ですね、うん、MP5 があって、
LCT の G3 とか、はい、MWS、 あ、バトンの BG の PCC も売ってます。バトンの BG の PCC よくかまかったね。あ、そうそう、これはいけるB はいけるな。ブロックのマガジンで売ってます。そう、かっこいいね。ゴールデンイーグルだけどこれガスコキなんですよ。いいね。ベースが丸いなんで、うん、シグとかシグ FNC とか、あの AK9、 AK9 OK、 こんなに、うん、OK、 こんなに、うん、エアガンはこんな感じですね、はい、エアガンはこんな感じです。もう全身全身もインナーパーツで目が回る。はい、インナーパーツに興味ないでて、そこで戻らない。僕興味ないバネ、シリンダー、ピストンで、これが何でしたっけ、ノズルですね。ノズルとこれはパペットプレートに、パペットパペットプレートパペットプレートパペットパペットプレートパペットプレートパペットプレートに、こちらシリンダーのあのギアの部分ですね。ギアのあの回すところで、でここがギア類、ベアリング類、でモーター類に、チャンバー類。まあよくわからんから何がいいの。これですよ。何これ。モーター。モーターが何。あのロング、これ M4 とかで使うんですけど、やっと入りました。これだったらどうなの。大体のエアガンの、 あのエアソフト97のカスタムにはこれが入ってます。ブーストアップとかにもこれが入ってますので。だからこれ入れたらどうなるの。これが入れたら分からんばい俺は。これを入れたら、うん、キュッキュッあ、殺されるな。でパワーが上がるのね、レスポンスとかの。でお客さんからはロングないのかロングないのかの嵐で、うん、すぐ売り切れたりとかしてたんですよ。ロングないのかって言われてずっと飽き殴られたんだよね。そう、ロングないのかロングないのかいや、もう俺が殴られるんだけどアクセラレートシリンダー回です。何がどうなるんですかこれ。わからん。わからんでしょ。要はどうなるの。じゃあ要はいいです。要はとてもいいです。どう良くなるのって。う、なんか安定します、うん、滑らかになります。滑らかになります。何が滑らかになるの。ピストン、ピストン、ピストンの動作が安定するんで。ピストンの動作が安定ってどんななの。安定すると、うん、まあ要はもうペペローションみたいな感じです。あ、なるほどね潤滑剤なわけね。そうです、ペペローションみたいな感じです。大分なってます。キエです。キエがですね、ちゃんとね、ミリミリ、センチミリでちゃんと置いてあるからね、分かりやすい。で、他のバレルもね、ですね、結構こういう感じでレパートリー置いてます。そうね、AK のパーツいっぱいあるよね。そう。先ほどね、この、973のお店で LCT が多いという理由はですね、やっぱりこのパーツがめちゃめちゃ豊富なんでね、うん、LCT のパーツは。めちゃめちゃ置いてあります。はい。マガジンコーナーですね、分かりやすいように、こっちが 5.56 と 7.6 ミリになってます。で、下がだいたい9ミリとか。他のパーツ、あ、他の銃のマガジンとかですね、マズルとかサポもですね、はい、あります、はい、あります、あります、あります、もうスコープやらレールやらね、はい、パーチューブやらないものはないです。エアガンのパーツやないものはないですですよね。豊富に取り揃えております。豊富にメーカーもいっぱいあるしね。メーカーもいっぱい。俺は全然興味ない場所だけど、ここだから早いのか何が何だか分かんないんでね、うん、もうここで全部揃うでしょ、要は、うん、BB 弾もいっぱいありますし、はいはい、ということで見ましたけど、はい、やっぱりね、御徒町駅から降りたらこんなにミリタリーショップはまだまだあるぞっていうのがね、うん、分かったんじゃないですかね。ぜひね、一駅またいでみてさん来てください。はい、横で待ってるぜ。はい、ありがとうございました。後ろ向いて、後ろ向いて、うん、ずっとこれ飛び出してんだよね、うん、ずっと出てる。そう、まあいいかなと思って、わざと